キックオフ。本日の主審はゲイリー・デッカーさんです。しかし追いかける、縦に送ります。まずは中央から行きましたが、ボールはつながっていきません。デルフ、大きく横へ運んでいきます。左に送って、中にスッと入ってきますね。中来てるぞ。直接行った、キーパーを防いでいる。危ないところでした。ヘッド、ここは阻まれました。アーロン・ビナンとしては、まあしっかり守れてると言えるでしょうね。止めに行く、一人いい動きを見せてますよ。チェックに行く、ここは一難逃れます。後ろへ預けた、止めに行く、ここはなんとかクリアです。さあ競っていく、出る、防ぎに行く、ここは一難逃れます。おお、中の味方は3人、ここはよく守りました。前半も15分が過ぎました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。一旦預けます。ここはラグドンラ、ゴール前を固める、左サイドだ、ここにはダメになる。右が上がっていく、中に誰か来てますよ。アーロン・ビナン、結局このボールを奪いました。アーロン・ビナンとしては、まあうまく守れてると思いますよ。きついですよね。いいプレッシャーだ。前方へ少し出して、おっと、チェックに行く、まだコースを探しています。いいマークですよ。カウンターで来る、一人いい動きを見せてますよ。チェックに回る、もっと競り合います。自分でしっかり展開してますね。ミドルで来る、いい守りを見せました。ファルカオ・ガルシア、逃げ回す。アルダ・トゥラ、キープ力には定評がある。左、そこからアイルランド、左へ出した。細かいボールの奪い合い、チェックに回る、どうなるのか、ね、ゴール、素晴らしい、しかし押し合う、ノーゴールの判定、オフサイドです。助かりましたね。審判よく見てますね。残念ながらフリーキックとなります。そろそろ前半の40分を回ったところです。先制点のチャンス、チェックに行く、後ろからさらに行く、
守りを固める。いくか、シュート。さあアトレティコマドリー前半最初のコーナーキックになります。いやしかしいい戦いしてますよ。そうですね。走り込んでうまく落としました。パス取るか、埋めに行く。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。さあコーナーからの最初のセットプレー、ラストチャンスを生かせるか。ここはなんとかクリアです。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。両チームとも前半と同じメンバーで戦います。真ん中に行く、チェック。ここでホイッスルがありました。フリーキックとなります。チェックに回る、頭で流し込み、入った、ヘディング、よく来ましたね。アーロン・ビナン先制しています。アーロン・ビナンとしてはより慎重にボールを回しに行きますよね。落ち着いてプレーするというかね。追加点のチャンスだ。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。ここで流れをつかみたい、前を向こうというところだったんですが阻まれました。チェックが入りました。ここで激しい、さあ固まっている、いいディフェンスだ。左サイドトラップ、後半も15分が過ぎました。追加点のチャンスだ。チェック、惜しいところまで行ったんですけどね。攻め上がったんですがここはうまくいきません。アトリティコマドリー、ここからの攻撃になります。チェック、防ぎに行く、中に誰か来てますよ。セギに行く、危ないところでした。ここで受ける、ゴールラインを割ります。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。エイジェス、ここで入れ替わります。これスリートップに変わりますね。もう攻撃的にしていく形しかないですからね。安定した攻めを見せています。1人いい動きを見せてますよ。ここは一難逃れます。おっと、打ってきた。左サイドからのコーナーです。アトレティコマドリー、またメンバーを入れ替えてきます。ボールはうまく合わせたいですね。ボールが入った、セーフがクリアします。ちょっと当てる選手が少ないか。ここは阻まれました。止めに行く、これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。
時計は後半の30分を過ぎています。さあボールが抜ける、右足だ、パンチング、シウビオ、ディフェンスの選手です。盗む、チェックに行きます。危ないところでファールです。両チームここでメンバー交代のようです。さあアトレティコマドリー中盤の選手入れ替えです。そうですね、やや心的な布陣にしてきましたね。さあ追加点なるか、非常に抑えの効いたグラウンダーでしたけどね。アイルランド狙いすましたシュートを放ちました。北澤さん、アーロン・ビナ今のところ1点リード、中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。はい、運動量も増えてきましたよね。右から来てますよ、ここはディフェンスされました。左にはたいた、中に誰もいない、